はい、感動を行ってきたいと思います。今日はでもなんかすごい混んでるなと思ったら、後ろで野球大会をやってるようで、なんか本来の無料駐車場とか全部埋まってますし、あの天皇陵があるんですね、お墓があるんですけど、そこも駐車が8台ぐらい止めれるんですけど、そこも埋まっちゃって、全部歩かなきゃいけないで困りましたね。今日は加藤市かなんかですね。この神社の駐車場が広くて、おそらく1000台ぐらいは行けるんでしょうね。あの奈良のこの地域だと三輪様の方が有名なのかなと思ったけど、こちらの神社の方が実は人出が多いっていう話を聞きました。この地域一帯では春日大社かなと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。1分少々来てもまだ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 日は長いようで、なんと天皇陵も歩いていく。ここから天皇陵は距離的にはそんなになかったんで歩けると思いますけど、割と端から端なんで結構厳しいですね。やっぱり大会のある日はダメですね。大きな鳥居をもう一つくぐっていきますけど、やっと中心部まで来て、方法がいいと思っている方もいらっしゃるんですけど、なんか明治神宮もそうです、伊勢神宮もそうなんですけど、そこ行くともう体力を使い果たすというね。広くて広大すぎて写真もなかなか撮りづらいし、そういうところもいいんですけど、車払い所。